はい、こんにちは、MBです。なんか最近ツイードとかヘリンボーンとかそんな素材名よく聞きませんか？実はユニクロや GU やザラなど量販店なんかでもツイードだったりヘリンボーンだったりそういった素材が出てきてます。今日はですね、そんなツイードやヘリンボーンの着こなし方のポイントをちょっとだけお教えします。そもそもツイードとかヘリンボーンってどんな素材かっていうと、まあこんな感じの素材ですね。まあこれちょっと素材アップで見ると分かると思うんですけど、ちょっとこう表情があるような素材なんですよね。なんかこう無地なんだけど無地じゃないみたいな、ちょっと柄が入ってるような、まあでも柄って言ってもプリントじゃなくてちょっと糸で織ってるような感じの、素材感をツイードだったりとかヘリンボーンだったりとかって名前がついてたりするんですけど、そもそもツイードってスコットランドで生まれた素材で、まあ生地を織る前に糸を複数の色に染色して、織り上げたものなんですね。だからそのなんていうのかな、普通生地ってまあ縦と横の糸2本で作るわけですけれども、まあ同じ色黒糸と黒糸を織り上げて糸2本で織り上げて生地にするわけですけども、まあツイードとかっていうのは異なる糸、異なる色の糸を使っているので、こういう立体感のある表情が出るんですね。まあデニムも同じですね。デニムもね、縦と横の2本の2種類の糸で作るわけなんですけれども、1種類は染色した糸、インディゴに染色した糸で、1種類はそのまま白糸を使ってこう織り上げていくとですね、なんかこう立体的な表情が出る。デニム、自分で手持ちのデニムしっかり見てください。なんかこう白っぽい色と青っぽい色がこう混在しているような風合いになってるはずなんですけど、まあ、ツイードの場合も同じですね。なんか黒だったりグレーだったり白だったりとか、いろんな色の糸が見えるんで、無地に近いんだけど、まあ、真っさらなグレーとか真っさらな黒とは違ってちょっと立体感があって表情のある素材がツイードの特徴ですね。まあ、ヘリンボーンも似てますね。この辺ヘリンボーンの素材感ですけど、ヘリンボーンってのはまあこういうなんていうんですかね、まあ、ニシンの骨って意味なんですけども、こういうなんかこうジグザグに折ってあるような柄が入ってることをヘリンボーンって言うんですけども、まあツイードでもヘリンボーンでも細かい話はどうでもいいんですけど、こういう表情のある素材が今すごくトレンドなんですね。なんでこれが流行ってるかっていうと、その話は簡単なんですけど、無地で地味でシンプルなものっていうのがだんだん嫌われてきてるんですね。シンプルな本当に真っさらな黒のウールのコートだったりとか、真っさらなグレーのジャケットだったりとか、シンプルなものよりもちょっとこういう表情のあるものの方が、まあなんかこうコーディネートを考えなくてもあまり地味に見えないっていうところで好まれてます。まあ当たり前ですよね。真っさらな無地のものよりもこういう表情のあるものの方が立体感を感じ取れて、ちょっとこう装飾性が出るので、今の時代って本当にシンプルな着こなしってちょっと地味に感じちゃう。なのでまあ同じ無地でもちょっと柄の入ってるこういうものを選びましょうっていうのが今年のトレンドでもあります。もちろんツイードやヘリンボーンを必ず選ばなきゃいけないわけではないんですけれども、まあこういうアイテムをですね1点入れてあげるとちょっと今年っぽい着こなしになると思います。まあ黒黒黒みたいなね、黒白黒みたいな、そういう、まあ今日の僕もそうですけど、こういう着こなしだと若干つまんなくなっちゃうんで、そこにこういうちょっと柄というかね、織りの入ってるものを1点入れると少しこう着こなしが今年っぽく洗練されるので、ぜひ試してみてください。ただしですね、ツイードやヘリンボーンにはちょっとデメリットがあるんですね。1枚で着て地味にならない、シンプルに見えない、無地だけどシンプルに見えないってメリットと同時にですね、若干老けて見えるっていうデメリットがあるんですね。これはまあ若い人だったらあんまり気にしないかもしれないですけど、30代40代50代の男性がこういうツイードやヘリンボーンを着るとですね、なんか急に俺おっさんになったみてえだなってちょっと思っちゃうと思います。そこでツイードの着こなし方には実はコツがあります。このおっさん臭さを抑えるコツなんですけれども、実は一つには色物を刺してあげることです。こんな感じですね。ツイードってどうしてもくすんだ色が多いんですね。グレーだったりとか黒に近いチャコールグレーだったりとか、ちょっとなんかくすんだような暗めの色が多いんですけど、色には実は印象がそれぞれあります。くすんだ暗い色っていうのは老いた印象を表しますし、明るく澄んだ色っていうのは若い印象を表すんですね。まあちょっと想像してみればわかると思います。田舎に帰って畑耕、僕田舎農家なんで、畑耕したりとかお米作ったりしてる農家のじいちゃんの姿を想像するとですね、大体なぜかね、全身カーキだったりとか全身チャコールグレーとか選ぶわけですよ。なんでそんなじいちゃん臭い色、じいちゃんになると選ぶんだろうなとも思うんですけど、くすんだ色ってね、なんかね老いた印象が出るんですよ。なんかこう水分が抜けきったような、まあもともと生物的にそういうインプットがされてるのかもしれないです。
くすんで水分が抜け切った色だから老いてる印象っていうのが色から多分我々の本能的に受けるんだと思うんですけれども、逆に真っ赤だったりとかこういう白だったりとか明るい色っていうのは極めて若い印象があるんですね。だからこのくすんだ暗い色、澄んだ明るい色、ここは対立構造にあって老いた印象と若い印象を持ってるんです。でツイードは当然こういうくすんだ印象、くすんだ暗い色っていうのが多いわけですから、インナーや小物にちょっとでいいんで明るい色を差してあげるとツイードの印象っていうのは一気に洗練されます。これが分かってるか分かってないかで全然着こなし変わってくるんで、これからツイードを買おう、ヘリンボーンを買おう、もしくはもうすでに持っていて着こなし困ってるって人はですね、ぜひ覚えておいてください。イメージをですね、暗い色だったりとかくすんだ色とかで統一してしまうとどうしてもおじさん臭くなっちゃってなんか垢抜けない印象になるんですね。そこで一点明るい色とか澄んだ色、まあめちゃくちゃ原色じゃなくて全然いいです。ちょっとこういうあの明るすぎない赤とかでも全然問題ないので、色物を一点だけ入れてみてください。そうすると一気にツイードの着こなしが都会的になります。ともするとですね、もともとスコットランドの田舎で生まれた素材なんで、若干ですね、田舎臭さがね、カントリー臭さが出てしまうのがツイードの問題点でもあるんですね。そこでちょっと赤っぽい色だったりとか、白だったりとか、ブルーだったりとか、少しだけ若い色を入れてあげると、一気にツイードは輝きますので、ぜひ意識してみてください。そしてもう一つなんですけども、ツイードのこの老いた印象を抑えるためには、色を使わなきゃいけないのかって思うかもしれませんけども、色だけじゃなくて、実は素材とかで若さを表現することもできます。例えばですね、デニム素材なんかを入れるのは非常に効果的です。だとなんでデニムを入れるといいのかっていうと、デニムっていうのはそもそも素材的にですね、活動的でアクティブなイメージがあるんですね。ツイードだったりヘリンボーンってスーツでよく使われる色なんで、どちらかというとクラシカルなイメージがあるんですね。でもデニムとかジーパンってなんとなく若くてなんとなく活動的なイメージがありませんか。だからデニムをツイードの中に、例えばデニムシャツですね、こんな風に入れてあげると印象としては老いた印象だったはずのツイードが少しだけ若さが入って洗練されるんですね。このようにイメージをですね、一つに偏らせるのではなくて、違うイメージを一点持ってきて分散させることで万人に受けるファッションっていうのは作ることができます。なのであまりにも老いたイメージを作ってしまうとちょっと好みが偏ってしまうので、若いものを少し入れてあげる、デニムみたいな活動的でアクティブな印象なものを入れてあげるって考えると、少しですね、着こなしが万人に受けるようになりますんで、ぜひ意識してみてください。そもそもこのデニムシャツとツイードジャケットの組み合わせっていうのは、実は僕が勝手に言ってるわけじゃなくて、量販店とかスーツ販売店にぜひ足運んでみてください。ツイードにデニムシャツを合わせるのってどこのお店でもやってる超定番の組み合わせです。ただみんなこの組み合わせをなんで合うのかっていう説明の仕方ができないんですけど、なんとなく感覚で分かってるんだとは思うんですが、販売員さんたちちょっと論理的に紐解いてあげると、このイメージの分散的に相性がいいということ、あともう一つなんですけど、先ほど折り方にその特徴があるって話を冒頭しました。ツイードもデニムもそうですね、縦糸と横糸違う色の糸を使うみたいな話をしたと思うんですけど、実はデニムとツイード同じようにその糸の種類を変えて折ってあるものなので、どちらもですね、素材に表情があるんですね。なので近い折り方をしてからデニムとツイードって比較的そのマッチしやすいんですね。まあちょっとコメントくさい話になっちゃうんで、この辺無視しても全然構わないんですけど、折り方の近いもの、風合いの近いものを合わせるとあんまり違和感って感じないんですね。めちゃくちゃ離れてるものとかを合わせてしまうと若干違和感が感じちゃうこともあります。例えば化学繊維のナイロンのテカテカのものだったりに、こういうクラシカルな、風合いのツイードのジャケットとか合わせると、まあ、それはもちろん着こなしとしては全然ありなんですけど、人によっては少し違和感を覚えることもあるんですけれど、風合いが似てるものだったらなんとなくマッチして感じるので、デニムとツイードって意外と誰でも相性よく感じる素材なんですね。まあこの辺全然細かい話なんであんまり気にしなくてもいいんですけど、一つの知識として覚えてください。デニムとツイードは相性がいい、まあそんな感じで覚えても全然問題ないです。じゃあツイードどこで買えばいいのって思うかもしれないんですけど、僕がおすすめしてるのはアーバンリサーチロッソですね。まあアーバンリサーチロッソっていうブランドなんですけれども、ツイードのアイテムを散々展開しています。ゾゾタウンなどで売ってるんで、ぜひ見てみてください。
アーバンリサーチロースはですね、昔からハリスツイード、まあ昔って言っても比較的新しいブランドなんで、まあツイード始めたのは多分3、4年前ぐらいだと思うんですけど、毎シーズン必ずハリスツイードで出してるんですね。なんで作り方もこなれてきてるし、あの素材のその確保も慣れてるので、結構安くできるんですよ。毎年毎年作ってると作り方慣れてくるんで、僕もそうですけど、ずっとスキニー作ってたらスキニーの作り方が分かってきて、だんだん値段落とせるようになったりするんですけど、なんとなく生産がこなれてきてる感じはあるので、ツイードで比較的安くて、まあ安いって言ってもハリスツイードってすごく高い素材なんで、やっぱりジャケットだと4万とか5万とかしちゃうんですけど、それでも物の割にアーバンリサーチのツイードはいいものなので、値段ちょっとするんだけど、まあ頑張っていいもの買おうって思う人はアーバンリサーチぜひ見てみてください。それか思いっきりその安く抑えたいっていう人はですね、 GU でも十分です。 GU にですね、ツイード超ツイード風、本当のツイードじゃないんですけど、ツイード風に見せてる風合いのセットアップが最近出てます。これ意外といけてます。まあこれボルドーでちょっと ひねくれた色なんですけれども、こういうグレーカラーも展開してるんで、グレーカラーのツイード風のこういう GU のジャケットとかを着てですね、デニムシャツを合わせてみても面白いかもしれません。何気に今年トレンドの素材なので、まあ1点入れてみてもいいかもしれませんね。 GU だとジャケットで4900円ぐらいかな、まあそのぐらいでトレンドが獲得できると思えば試してみる価値は十分あると思います。はい、こんな感じですね。 MB チャンネル、ファッションのロジックだったりとか、トレンド情報、豆知識、理屈などなどを語っております。よければ高評価とチャンネル登録をお願いします。またお会いしましょう。 MB でした。バイバイ。